そっちへ行ったぞ。はい、必ず生き残る。どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。テイルズオブグレイセス F やっていきましょう。さあ、前回少年編をクリアして、そのまま続きでやってるんですけど、急に始まったんでちょっと慌てて録音ボタンを押しました。というわけでいきましょう。罰で罵倒、さらに罰で B 技バースト攻撃。B 技は A 技よりもキャラによって性能が違う。2つの技を使い分けよう。あ、なるほどね。じゃあこっちとこっちと、あ、なるほど。あ、これもしかしてあれか。あ、なるほど。この剣の前に敵はない。おわ、イケメンになってるね、アスベル。かっこいい。ついに封印が解かれた B 技、バースト技。アスベルは、チェーンキャパを1消費していつでも抜刀攻撃を行える。そしてそのまま抜刀状態に移行し、罰で抜刀技を繰り出せる。剣を抜いたまま移動もできる。丸を押すと元の対等状態に戻れます。なるほど、対等と抜刀をうまく使い分けていこうという感じですかね、アスベルは。なるほど。イケメン。初めての実地任務でどうなるかと少し心配だったが、この分なら大丈夫そうだな。はっ、マリック教官の日頃のご指導のおかげです。そう固くなるな、教官。実地といってもやること自体はいつもとそう変わらん。はい、よし、任務の内容をもう一度確認しておくぞ。イケメンやな、アスベル。俺たちがここへ来たのは、この森を抜けた先にある村を調査するためだ。村の名はオーレン。オーレン。人口は約50名。ほとんどが林業に従事。その村の住人全員が、数日前、忽然と姿を消したと、王都の騎士団に連絡が入った。俺たちに課せられた任務は、先に現地入りしている騎士団の調査に協力することだ。わかりました。どこで何があるかわからん。道中は周囲の状況にも気を配れ。確認は以上だ。なるほどね。オーレンの森。お前にこれを渡しておく。エレスポット、エレスをアイテムや料理に変換する不思議な壺。変換に必要なポットエナジーは店で補充可能。エレスポットですね。そうだ、使い方はこれまでに習得していると思うが、この先は実践もあるだろう。念のためもう一度説明しておく。はいはい。エレスポットは料理効果を戦闘中に発動させたり、いろんなアイテムを生成してくれたりする便利なポットだ。まずはおにぎりをセットしてみようか。おにぎりを選んでくれ。これで完了だ。簡単だろう。こうすると戦闘中、左上にある条件が満たされたとき、自動的に HP を回復してくれる。何か一つはセットしておいて損はないぞ。はあ、今のところ3つまで同時にセットできる。おにぎりとは別の場所を選んでくれ。はい。アップルグミをセットしてみようか。同じように選んでくれ。はい。料理以外の消費アイテムをセットした場合、移動中にそのアイテムを生成してくれる。移動中 10% で取得とあれば、1分歩くごとに 10% 程度の確率で発生する。ちなみにコレクターズブックに登録されていれば、アイテム自体がなくてもセットできる。すげえ。外すことも、覚えておこう。アップルグミを外してみてくれ。気になったら後でつけるといい。便利なエレスポットだが、ただではない。エナジーが足りないアイテムは作ることができない。これはショップで補充できるから忘れずにな。どうやらエレスポットは成長するようでな。料理を発動させればエナジー最大値が増え、素材を生み出せばセットできる数が増える。エレスポットを制する者、戦いを制すというぞ。以上だ。任務に戻るぞ。はい。すごいね。すごいね。お、教官がパーティーイン。かっこええな。めっちゃイケメンやん、この人。めっちゃイケメンやん、マジで。お、すげえ、なんかあるすげえ。刀人剣士。刀人？投げんの？刃。とりあえず、アスベル称号変えますか。誓いの友は違う。これか。抜刀剣士。はいはい。誓いの友つけておきますか。
置いた。よし、行きましょう。やるぞ。ほいほい。おお。うわ。やりましたね、教官。ああ、アスベルもなかなかだったぞ。かっこいいな。大ダメージを与えるクリティカルヒット、これ実は確率ではなくチェーンキャパが増加するときに発生するのだってことは受けたら減るね。なんだよその説明相変わらずの説明文だな。やばい、アスベル成長してからめっちゃ楽しい戦いがすでにめっちゃ楽しい。いろんな技とかコンボとか覚えたらまた楽しくなると思うんですけど。ほい、痛い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 。うお、フォトンブリーズ強え。教官すげえな、さすが。でででで、よし。実力を見誤るとこうなるのさ。エレスゲージとは、戦闘中に画面左に表示されるゲージは戦いで生じるエレスをベージ化したもので、味方のものである水色のゲージは攻撃する、攻撃を受ける、防御する、攻撃を引きつけてかわすことなどで上昇。同時に敵にも赤色のゲージがある。いやちょっと喉がやばい、今日はちょっとやばいっすわ喉が。よし、やるぞ。たまい、いけ、ほら、いたいたいた、バット。さあ先を急ごう。難しいかもしれない。エレスライズ、味方の水色のエレスゲージが溜まるとエレスが解放された状態、エレスライズに、となる。この状態中は、チェーンキャパが常に全開となり好きなだけ攻撃をすることが可能。マジか。この状態に入った際に効能を得られるスキルなどがあるので大逆転を狙おう。すげえ、そんなあんの。エレスライズ、まあ今までのオーバーリミッツみたいなもんですかね。さて始めるぞ。バット、魔人剣、魔人剣で、防御は集中力、防御を続けると発生する青い光、通称青防御。これにより集中力を高め、クリティカル率がアップする。チェーンキャパを増やすためにもうまく戦闘に組み込んでいこう。特にグレイセスはこう見た感じ防御が重要って感じですかね。よし、エレスライズ、ほらほらほら、魔人剣魔人剣、いけ、ほら、せずが総称総進、おい、かっこいい。アースベル超かっこいい。チェーンキャパを増やしたいときどうすればいいんだろう。簡単に言えば華麗な連携、それだけでなく的確な防御や華麗なステップで敵の攻撃をかわしてもクリティカル率は増加するのだ。下が全然回んないな、やばいな。まあ、行きましょう。なんとかなるさ。これ、あ、向こうから押しゃいいのか。ひぃ、木片。あざす。やばい、やぶね。あんまり戦いすぎてもね、動画時間があれなの。お、森の奥に行商に行ったら村が大変なことになってたっす。なんかやばそうだから準備してた方がいいっすよ。まあ、いいかな。こっちはなんかありそう。多分あの紙人の奥行ったら進むんですよね。きたー、アイアンウェア、間違えた。これはソード、あー難しいな。防御下がるけど回避とか上がるのか。あっ、さあソーだ。ソーは耐えなき息吹。10秒、15秒以内に倒せ。きついきついきつい、無理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 、やばい、ひよった。よし、危ねえ、いけたいけた、倒せた、マジか。よっしゃ、交代は気合。防御を続けると青い光に続いて出る緑の光、通称、緑防御。この状態で攻撃すると敵の技の出始めは敵の攻撃のけぞらずに出し切れる。これが交代。まあね、まあお決まりといえばお決まりなんでしょうけど、だんだんとあれなんですよね。お、
森の花。混ぜろよ安全。混ぜるのは危険ちゃうんかい。待て、アスベル。あ、はい。森の花か。こいつは確か綿剤の水と合わせてホーリーボトルの原料になる花だ。少し待ってよ。7年も勉強してきて、こんなことも俺は知らない。本当にこのままで騎士になれるのか。何を考えている？いえ、教官は何にでもお詳しいなと。それに比べて俺は知識が重要なのではない。騎士になれば自分とそして誰かを守るために必要なことだからだ。覚えておくといい。はい。なるほどね。まあ何事においても知識って重要ですからね。僕はあんまないですけど、今んとこはバット技よりはこっちの方が使いやすい。使いやすいでさ。まああれですね、組み合わせだな。やっぱり CC の左の青いゲージが気になっている人はいないだろうか。これがいっぱいになるとクリティカルしている気がする。これを増やせばいいんじゃなかろうか。減ったらまずいんじゃなかろうか。何なんだこの説明文さっきから。何なんだマジで。誓いの友もまあ2まで上がったんで、抜刀剣士いきますか。いや、やばい。あ、ちょ。よし、オッケー。やばい。敵が。違う。アップル組とりあえず使っときますか。落ち着いていけば問題ない。炎ってやつは強い。ガードして。俺たちに立ちふさがるにはまだ足りないな。赤防御、この状態であれば敵の防御や回避も崩せる。パワーを身にまとうことができる。これ以上何も起きませんよ。よいしょ。とりあえずあの岩を落としたんで、そうか、だからあっこから戻って亀人のところから行けばいいってことか。ピョーン、ジャーンプ。あれ、どこ行った亀人。うわ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 。行きますか。あれ、どっちが、あ、こっちか。誰かいる。よし、行きますか。お、騎士か。マリック教官、わざわざお越しいただき恐縮です。それで何か分かったのか。住人全員が消えたという情報はどうやら確かなようです。マジか。火事があったようですね。らしいな。この様子だと随分派手に燃えたようだ。火事と村人の集団失踪の間に何か関連は。それを今調べています。お二方にも捜査をお願いしてよろしいでしょうか。聞いたな、アスベル。はい、聞きました。 OK です。マリック教官、こちらの学生が例のアスベル・ラントだ。今日は実地任務ということで同行させた。よろしくお願いいたします。よし、早速始めるか。ひとまず集落の中を手分けして調べてみよう。何か見つけたらすぐに知らせろ。わかりました。了解です。頑張れよ。はい。なんかひどいことなってんなこれ。
なるほど、村を、まあ、村と言っていいのか廃墟と言っていいのか分かんないですけど、探索しろってことですね。特に何もない、こっちは。BGM 不穏だな、マジで。仕方ないわな、こんなんなってたら。入れない。ん？なんだ？なんだ？いや、教官を呼ぶのは音の正体を確認してからだ。どこへ行った？今光ってた気がしたけど、このせいか。どこだ？どこにいる？こっちじゃないのか。いた、いた、向こういた、向こういた。うわ、なん、早っ。野犬？いや、狼か。で、こっちかな。よし、いた。教官。なんだこいつは。ソラヌス。え、ちょ、聞かない。何？え、ちょ。まさか、聞いていないのか？こんなところで、やられるわけには。お、なんだ？聞いている。よし。で、三角で、術技で、雷残章か。これをセットしろって言ってましたね。雷山章の特性、防性が敵のバリアを砕く弱点にもなっているので攻撃の起点に。了解です。一戦威嚇しよう。雷山章、そこか。よいしょ。無理か。雷山章、魔人剣。雷山章、魔人剣。あ、いや、あ、ミスった。当たるか。威嚇しよう。そこか。でそこだ。逃がすか。いっさ。かわせるか。一戦威嚇しよう。まだまだ。で何？あれはガードを通されるんですね。なるほど。魔人剣。よし、来た。一戦、雷残章。やばい。アイテム。それ。やっ。回復した分持ってかれたよ。よし、行け。今だ。雷残章。よし。俺は強くなってみせる。いや、難しい。戦闘が難しい。術技に、備えられた攻撃属性、獣とあれば獣モンスターに対してダメージがアップし、斬撃とあれば斬撃攻撃に弱い敵へのダメージがアップする。なるほど、ちょっと難しいな。グレイセス、まだ戦闘慣れないですね、正直。ようやく終わったか。どうして俺の手からあんな光が。これは、こいつはお前がやったのか。はっ、突然襲われたため撃退いたしました。マリック教官、こいつが集団失踪の元凶でしょうか。そうかもしれん。村の周囲の様子を調べたところ、野獣が暴れた痕跡が見つかった。なるほど。お前が戦ったこいつがその野獣だった可能性もある。詳しく調べないとわからん。なるほどね。ありがとうございました、教官。ここから先の調査は我々だけで何とかなりそうです。
わかった。聞いたな、アスベル。俺たちはここまででいいらしい。アスベル・ラント君、君の協力に感謝する。はっ、お役に立てたなら光栄です。立ったとも、君の活躍のおかげで事態の解明が早まるかもしれない。さすがマリク教官の目にかなっただけのことはあるが、一緒に働くのが楽しみだ。よせ、その話はまだだ。失礼いたしました。私はマリク教官のご指導を受けられる君が羨ましい。これからも鍛錬に励むことだ。ありがとうございます。はっ、ご助言いただきありがとうございます。まだこう未熟な騎士っていう感じですかね、アスベルは。よし、ということで、まあどっかに戻りゃいいのかな。とりあえずセーブポイント見つけますか。なんでし、なん、防制、なんなんだろうな。お。さて、来た道を引き返すぞ。お前が先行しろ。はい。ところでアスベル、お前の実力のほどを見せてもらったわけだが、うん、正直なところ、俺の思惑は外れた。ということ？で、それは。あのモンスターを見たとき、と言っても死ぬ間際だったわけだが、あれの異常さは一目で分かった。どうしてその腕前これまで見せなかった？隠していたわけではなく、自分でもどうして倒せたのか。お前は実戦向きなのかもしれんな。いずれ本気で手合わせ願うかもしれん。マジか。教官が認めてくれた。さ、まあね、来た道を戻るということで、なんとなく覚えてるんで行きましょうか。こっちに戻りゃいいのかな。どこまで戻りゃ。さて、始めるとそこか。行かせよ。かけ。つまらぬものを切ってしまったなんてな。マジか。敵に後ろから接触してエンカウントしよう。ボーナスとして味方の LS ゲージが増加。ってことは、まあ敵に後ろから接触されると敵の LS ゲージが増えるんですかね。なるほどな、そういうことか。いいよ、びっくりした。お前か。負けられないな。あ、本当だ、増えてる。まだまだいけるな。ま、え、今いつの間に術打ってたの。一度獲得したテクニカルボーナスは次の戦闘でもでハードルを上げて あなたに挑戦。挑戦すればするほどボーナスもハードルもステップアップ。まあ分かったような分からんような。まあ慣れていくしかないっすね、これは。まあ動画なんでどうせ見返しはなんとかなるだろうっていう気持ちもあります、正直。こっちでいいのかな。あーっ、痛い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 持ってたら近くの店へ走れ。そういう効果か。へえ、いいね、いいね。なんちゃらピース。よし、ということで、今回はここまでにしましょうかね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。以上、ミスキックバスターでした。次回もお楽しみに。あんまりね、プレイの時間見せたくないんですよ。プレイしてる時間帯見せたくないんですよ。ということで、今度こそ改めて、さよなら。